今日は2017年1月11日ですね。朝日新聞の一面には、まあ、突然ですけども2019年の元旦から新元号、天皇を退位させて、新しい元号を使うことを政府が検討してるんですが、決まったんかと思ってびっくりしました。まあ検討してるということで他のメディアはあんまり騒いでないんだろうと思いますけども、まあこれはともかくとしてですね、2面ですね、1から分かるという欄で、労働基準監督官というのはどんな仕事ですかということを、まあ、説明してますね。違法な働かせ方がないか会社を調査して指導するんだということです。まあこの間の過労死があちこちで起きている、そういう問題を受けて、そういうことが起きないように、指導するお役所なんですが、全国に321箇所あって労働基準監督官という人は3200人ってですね、昨年度ですか15万件ぐらい立ち入り調査をしたんですけどね、3200人で15万件、15万5000何ぼって言うんですけども、3000人で15万件を1年間にやるということは1人50件ですか、やれますかねこれね。1人でやるわけにいかない、まあ、10人で出かけていれば毎年500件やらなきゃいけないんでね、まあ、大変な仕事ですわね。まあこんなもんで十分だとは到底思えないですね。でそもそもどういう時に立ち入り調査をするかというと、年度計画で対象を選定するというですね。でこれも定期観察ですけども、どうもこの会社は怪しいというのをネットで調べるんですかね、噂を聞くんですか。それから労働省からの申告というのがあって、まあ働いている者がうちの職場はひどいから見に来てくれというふうに訴えることができるということですね。これはまあやった方が絶対いいですよね。すぐに対応してもらえるかどうかは別として申告をした方がいい、まあ、それをやって改善したという点もありますよね。それから労働災害が発生したまさにこの間の広告会社の自殺の件とかね、まあ、そういうふうに誰かが死んでどうもそれは自殺で過労死が原因ではないかというふうなことがあれば、まあ、それは当然調査の対象になって指導するということですね。まあ、非常にひどい場合というのは、まあ、刑事事件になることがある。でこの労働監督官というのは相手が命令に従わない場合には最悪逮捕する権利もあるらしいんですね。でも逮捕は年に数件しかないというんだけども、しかし数件でも逮捕を要するに会社の経営者が労働者をひどい働き方をさせていて、指導しても言うことを聞かない場合にはその人を逮捕することができる、こんな話は知らなかったですね。まあそんなの権限がある人たちです。まあ、何しろ思うのはまだまだそういうことが徹底してされていないという現実ですよね。例えばこの沖天気の中で、集団ストーカー行為があるということは私はもう15年ぐらい訴えてるんですかね、株主総会で訴えてるしネットで発表してるし、でもこの労働基準監督署に通告はしていないですけども、当然そういうことは情報として知っているはずですよね。ここの人の働いていた人が私の戦いに関心を持って話を聞いてくれて、ここが発行している
白書に私の戦いも爪解雇葬儀の後、私が不当解雇撤回闘争していること裁判の状況なんかは彼らは追跡調査してくれた時期がありましたね。だから関心を持ってるわけです。ですからこの集団ストーカー行為とかがあった場合に当然これに関心を持って調査対象にしてほしいですよね。本当はこっちから訴えればよかったんですけども、本人がその気がないんでできませんでしたけれども、やるべきだったと私は思いますね。でこっちから訴えなかったとしても向こうの方から出かけてきて調べてくれれば多分改善したんじゃないでしょうかね。十何年も続きましたからね。まあそう思うとこの制度がもっとちゃんと有効に働くようにしてほしいですね。労働基準監督署というのがあって、そこにいる監督官というのがそれなりの権限を持っていて、違法な働かせ方をする企業を指導できるんだ、でそういうお役所があるんだということを我々はもっと認識してですね、これを生かすようにしなきゃいけないし、この人数が少なすぎるということでもっとこれを充実させていくような働きかけ、運動としてやるべきなんでしょうね。まあ、そういうふうに思います。ということで今日はこれくらいにしておきます。